します。よろしくお願いします。今回はちょっと米に絵を描いてみようかなと思って。先生、米に絵を描くのは初めてなんですか？初めてですね。あ、ちょっと今回このルーペを。ルーペを、はい。はい。先生、ルーペも初めてって言ってましたよね。初めてですね。使い方全然わからない。どうですどうです一回それで覗いてみたときは。まあでもやっぱ近くのやつは見えるんですけどね。はいはい。見えます？よく。そうですね。トライしてみますね。あ、それって自分でなんかこう目でギュッてせんといかんとですか？取り付けは。そうですね。ちょっと。それ大変じゃないですか？ない方が良かったっていう。ルーペない方が良かったんですか？そうですね。まあ、一つずつ。はい。今のは何を描いたんですか？今のはちょっと花ですね。花。はい。ちょっとカラスを描いてみますわ。あ、次カラスを描いてみます？うん。集中ですね。そうですね。はい。うわ、描きやすそう。足がやっぱ、はい、大変ですね。そのカラスの足ですか？うん。その米選び重要。かけちょったですか？かけちょ。あ、どうぞ、ここですね。よくある、お米さんで、バーガーですよ。うん、ここに手を振るから、え、手が振りたいですね。うん、で、そんなに、ね、やんたことだけ、うん、まあ、できないですよ。増やしてもらいたいですよね。うん、でも、宮崎のお米さん、そんなに来ないんですね。うん、悪いですか？ほ、なるほど。お、コツをちょっと。でもやっぱ米によるんでしょう。そうですね。
米選びを。もう分かりましたよ。あ、もうコツつかみました？うん。米の形を見て、はい、米の形を見て、はい、この米に合う顔を描いてますわ。米に合う顔ですか？はい、うん、ちょっとじゃあ人間の人間風な顔になるってことですか？そうですね。あ、はいはい、米に表情をつけるっていうんですかね。あ、こんな顔してそうみたいな。え、この米を、あ、この米には、うん、っていう感じで逃げました。それちょっと一回逃げときましょうかね。やっぱ難しかったっていう。まあ、そうですね、はい、もうちょっと見てもらえれば、はい、言ったことが分かりますわ。先生、でもこの前はあの50畳の、シルバーシート書いたじゃないですか。はいはい。あれも結構大変やったんじゃないですか。まあ特に。特にですか。まあ、結構あれも早く終わりましたもんね。セントぐらいの力を使ってるんですか？2パース。また2パーですか？また2パー。先生の、先生企画なんで、はい、ちょっとは、あの、力入れてくれません？5パースね。あ、5パー、はい。並べてますね。やっぱあれなんですか、あの几帳面なんですか。いやいや、ガサツでしょ。あ、ガサツですか。はい、ガサツっすよ。あ、ちなみに、はい、
コミュニティはコミュニティはいる。はい。尺ね。ああ、PG さすがに。うん。だからですよね。はい。やっぱ色を足していくんですね。はい。いいですか、敵は。うん。それ置いて描くんですか、それ。一旦見てみます。あ、一回見てみたいですね。OK です。OK ですか。うん。ああ、もうちょっと出来上がりなんですね。そうですね。はい。結構書き込んでますね、今回。そうですね、はい、ちょっと下地も塗ってみたんで。へえ。できました。できました。ちょっとなんかサングラスをかけた。あ、サングラスをかけた。何ですか。サングラスをかけて、はい、帽子をかぶった。サングラスをかけて帽子をかぶったちょっとラッパーみたいな。ラッパーのお米ラッパーの米ですか。はい、ちょっと乾かしますね。